調子に乗らないで、子猫ちゃん。キュウソ猫を噛むって言うでしょ。どうしたにゃ。猫、僕が今から言う文章を復唱しろ。斜め77度の並びで、泣く泣くいならく七半七台、難なく並べて長眺め。にゃにゃめ77度の並びで、にゃくにゃくいにゃにゃくにゃにゃ半にゃにゃ台、にゃんにゃく並べてにゃがにゃがめ。かわいい。ちょっとお待ちを。まさか初対面で遠慮無用にクロウサギの捨て耳を引き抜きにかかるとは、一体どういう了見ですか。好奇心のなせる技。自由にも程があります。このウサ耳って本物なのか。じゃあ私も。ちょっとクロウサギのウサ耳は。うっさいな。親が勝手に買ってきたんだよ。私の趣味じゃないからな。なんで私だけこんな。それも親がどっかからもらってきたやつだ。私が4年生の時のやつ。4年生。困ったなあ。冬眠前のクマさんはお腹いっぱいにしておかないとダメなんです。ごめんなさい。だからあなたを食べちゃいます。ガオー。あ、ダメですよ。今頃死んだふりしても。この足は、なんというか、その…なまめかしいと思う。変態。なっ！クマの足に浴場するとかどう変態ね。キモい。ちょっ！なに？そんなに溜まってるの？ひょっとして DT？ だ、童貞ちゃわ！皆様お待たせしました。ご機嫌うるましゅう。私がいいですことよ。意外と知っている顔が多いですわね、鳥に。そして猿。まあ、あの不愉快な女が来ないわけないですわよね。バカ。私、走るの大好きですから。ツインクルシリーズ、ついに本物が見られるんだ。長澄さん、目の前で困ってる人を見捨てた言うたら、そら瀬戸内人形の直れじゃき。人形と書いて人魚と読むき。体操なんかいいですね。はい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 。だって何よ、あのマジカルゴリラ仕留めちゃんって。マジカルゴリラって何？可愛さのかけらもないじゃん。この子なんだかいいぞ。うちの直感にピコーっときた。うちはこの子に会いに行く。せっかくじゃからミルヒネーたちの戦にも乱入じゃ。はあ、ええー
感動で声も出ないようではないか。よくもうちの店の壁ぶち壊してくれたな。あの子がいたやあの海越えて頭の赤いは愛の証燃やして焦がしてゆらゆら燃やして焦がしてゆらゆらこっち来てあんあん逃げないであんあん波に揺られてあんあんあん。違う、子供の遊び道具。おお、面白い。そう、楽しいですね。そりゃよかった。何よあんたたちこんなんじゃ全然足んないわよ。もっと吸ってらっしゃい。カエルの割になかなかどうしておっぱいが。ありがとうアスイさん。つゆちゃんと呼んで。ランサーを与えてみましょう。ってってなんだここ。ちょっと何やめろってな。これが野生なんですね。焼肉定食です。いえ、ほーれほーれお預けだぞ。はいはい、ほーれほーれよし食え。犬千代が釣れた。何遊んで嫌がるです。それのお人はもう役目を忘れやがったです。まあ焦るなって。本当に本当にすみません。お前ロロニアか。あ、アド君久しぶり。やっぱり選ばれてたんだね。あ、久しぶりには久しぶりだが。誰よこの女。え、テッドか。はい、
何握って、すみません、つい。ついってなんだ。僕の名前は荒薙だ。失礼、噛みました。違う、わざとだ。噛みました。ほん、甘噛み。よし、持つのだろうか。マッチは堅牢ホロ、誇り高き狼じゃ。にしてもん、少し狭いの。お前な。ま、寒さをしのぐにはちょうどよから。